どうこんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッジです。毎日スタッフさんと宗教子にお話をしていきます。はい、よろしくお願いします。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ最近ちょっとね、オレッジさんの仕事を、まあ、ほぼ見れてないですけど、なんかやっぱすごい忙しそうだなと思って、なんかあの、まあ、基本はトラクターで塗ったりとか、あと枝豆の種まきとかが多いんですかね、最近は。今？はい、今です。今はその種まき前の畑作りと、それと、まあ、ハッシュですよね。メインはね、それがメインですね。なんか時期はね、もう 毎月こう作業内容が違うんで、なんかあの動画で枝豆の種まきの動画見たんですけど、なんかそれはビニールハウスの中でやってた動画で、まあ、こう板でこう穴を開けてそこにこう種を落としていくっていう動画を見たんですけど、あれを結構地道な作業だなと思って、あれをずっとこう今の多分路地でもそういうやり方でやってる。それは動画をちゃんと見てないんだと思うけど、あれは、はい、あの他にもやり方はやっぱり他にもっていうか、あれは地床で苗作る時のハッシュ。苗取りしたでしょ。あ、そうですそうです。ちょこっとだけ。そうかそうか、あれ、だからそうか、また違うってことですね。なんかこう機械とか使ってこう種まきをするんですか。シーダーマルチャーって言って、はい、マルチを張りながら同時に種を落としていくっていう機械を使うんですけど、機械があるんですね、はい、かなりこう技術が必要なんですよ。あ、そうです、それも動画でやります。ない、あ、ない。それは誰にも今まで教えれるレベルまでしたことがない。あ、逆に。あ、そうなんですね。ない、あの水菜の苗を植えるのにマルチを張ったりとかっていうのは過去のスタッフには教えて、はい、実作業をやってもらったりはしてたけど、はい、マルチを張るのがまずバリッとビシッとできるようにならないとダメだし、はい、シーダーマルチは種を落としながらっていうのはめちゃめちゃこうセッティングをつどつど状況に合わせて変えていかなきゃいけないし、そっか、もう種が確実にこの穴の中に落ちてるか、はい、ズレがないかとか、種の深さは浅くなってないか深くなってないかとか、ああ、それをこう移動しながらやっていくってこと。それを常に目配り気配りしながら、はい、延々やっていく作業なんで。あ、そういうことなんですね。なかなか、はい、そこまで教え込んでビチッとプロ並みにっていうのはまだまだ先だね。なるほど。いやシーダーマルチャっていうですね。機械はね、いや昔いたスタッフさん、はい、まあ、社員で迎え入れた男性スタッフさんなんかには、いろんな機械の操作を教えて、実際やってもらったりしたし、トラクター作業なんかも任せたりはしてたけど、その方はもう元々乗れるとか。いや全然、あ、乗れるわけがない。未経験からやったって感じ。まあそれも何だろう、基本的な作業が全部身についてじゃないとやれないし、社員さんとして雇い入れて一緒に働いてた子たちはもう本当にだからこう自分のペースじゃなくて仕事のペースで動いてもらうような感じでね、忙しければ残業があったり、休日出勤もあったり、そういった仕事の仕方をしてもらってましたけど、でもやってみて思ったのは、そう社員さんとして教えながら一緒に仕事するのは難しいなっていうのが、
際のところ。あ、うん、はい、なんで今は、うん、そうだね、直接社員登用っていうのはしなくて、うんうん、まあ、将来的に社員としてやっていきたいっていう人がいればね、うんうん、検討しますっていう感じなるほどだろうそう、うん、難しいんですね。でもその難しいっつうのはやっぱみんなそれぞれバラバラに作業するのもある。うん、その正社員で、まあ、雇用してた時、あ、やっぱりね、一つはその意識かな、やっぱり、うん、うん、仕事に対する意識とか、うんうん、将来思い描くビジョンとか、はい、あの頃は、まああの頃はっていうか、来るもの拒まず去るもの追わずみたいなところが俺の中にはあるんで、うん、はい、うん、やってみたいですって言えばじゃあとりあえずやってみろみたいな感じで、うんうん、対応もしてたし、はい、作業を教えたりもしてたんだけど、結果的に言うと教育投資を回収できずに終わってしまったってことですね。ああ、そこなんですね。うん、うん、そう、あともう一つはそうだね、まあ今はそう考え方を変えて、うん、やっぱりこう自分のビジネスを持ってもらう、うん、っていうのを前提に考えてるんで、うん、はい、うん、まあ、自分のビジネスをちゃんとちゃんとっつうかあれだね、そんなにそれだけそれ一本で食っていけるレベルじゃなくてもいいんだけど、うん、ちゃんと自分で価値を生んで対価がもらえて、うんうん、で経営者的な視点で仕事に当たれるようなになってもらえる、うん、まあ、その上で、まあ、一緒に会社を運営していくっていうふうになっていけばその時はその時で考えたいと思うけど、あ、うん、なるほど、そんな感じです。なんで、うん、今白鳥君の言われてる環境だとまず、ね、そうだね、まだ、まだBS立ち上げられてない、そうですね、のとあと、まあ、基礎的なレベルの作業がまだ合格点が出せないなんで、まあ、修行だ。そうですね。はい。社員さんが抱えてた時は、その社員教育に対する補助金みたいなのがあったんですけど、今もあるんだけど、はい、うん、昔は能の雇用事業って言って、はい、うん、その新規就農者を育成するためにかかった教育費用とか、はい、教育にかける時間とか、うんうん、教える手間賃みたいなものがいくらか補助金があって、まあ、それを活用して、うん、一人前に育てたいなと思って。だから現実やっぱりこうシステム的にも難しいというのを実感してるのはやってない。ああ、そっか、そういうのがあったんですね。逆に言うと荒木さんなんかは、はい、その教育、まあ、会社が、うん、会社なりね、はい、あの農業経営体が教育するための資金を経営体に送るっていう補助金じゃなくて、はい、自分が独立した農家として、うんうんうん、やっていく上での補助金っていうのを個人で受け取ってもらってるような感じかな。ああ、そう。普通は個人で受け取るものじゃないってこと。農の雇用事業って言われてた事業については、 あ、はい、あくまでだから 会社なり経営体が、あ、そうかそうか、うん、スタッフ その教育に対する、うん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 、投資負担でね、うんうん、それをだから経営体に送るっていう。あ、うん、そうそう。例えば指導者が指導料を、はいはい、うん、国からいくらか助成してもらうみたいな感じ。ああ、そういうやり方があるんですね、うん、ただもう今それもだいぶ条件が厳しくなってきたりとか、あ、うん、めちゃめちゃこう事務手続きも大変なんだよね。それはよく助成もらうっていう、はいはい、それで俺がなんかもう
徹夜で書類とか書いてるのもやっぱスタッフさんには届かないんだよね、はい、見えないところでやってるから、はい、だからねそういったところの気持ちのズレとかもあって、はい、うん、あんまりうまくいかなかったんで、はい、今は荒木さんみたいに自分で農家の新規収納するなり、はい、ビジネス立てるなり、うん、で自分自身に補助金が使えるものがあれば自分で引っ張ってくるという感じで、それって今も事務系の、まあ、仕事ってもう徹夜するぐらいまでかかっちゃったりするんですか？今その前の話ですか？その前のだからその能の雇用授業っていうのを、それがあったからってことだ、うん、それは大変ですよね。そうだね、うん、3人とか同時に書類作ってたりしたから4人ぐらいかな。ああ、うん、そっか。それはもうどこでもそれを採用しているところはやらなくちゃいけない。だからその助成金もらうには要件満たすだけの、はい、うんうん、ものをちゃんとやらないといけないよって、うん、ちょっとまあだいぶ昔、はい、その補助金とか助成金の話をなんか動画で相撲を受けて、そう、なんかすげえ難しいと思って、その時ね。やっとでも最近なんかその経営の本とかちょっと読んで分かるようになってきて、うん、あるようになってきたっていうか、まあその農家を目指す白鳥くんは農家になるステップをまずちゃんと把握してますか？はい、そう、なんかそもそもなんですけど、うん、なんかこう今はなんていうかな、その新規収納でっていう風に今ビジネスを最初ね考えてたんですけど、なんか今だとちょっとそれが変わって、うん、なんかこうそもそも全然違うなんかビジネスをなんか自分のなんかこう特技も活かせるようなものと、まああとは一番いいのは今やってるその農業をこう絡めたものをなんかビジネスでやっていきたいなっていう思いがあって、でそうですね、なんか今いろいろちょっとネットとかで、あとこう実際にいろんな方と出会って話を聞いてるのが、つい先週まで来てくださってたあの榊さんとかも考えてる、うん、なんかあのフランチャイズ事業ってあると思うんですけど、あれってどう思います？ノーコメントでノーコメント。今なんかそれの、まあ、フランチャイズ の、まあ、なんかの窓口のサイトがあって、そこからちょっといろんな事業をこう見てって、自分にこう合うな、やってみたいなって思うもののちょっと資料請求みたいなのをして、ちょっといろんな方と電話で話したりとかしてるんですけど、なんかそういう事業もすごく魅力的だなと思ってて。まあ俺は榊君は頑張ろうとしてるから応援するけど、はい、個人的にフランチャイズっていうのは、うんうん、進めませんね。あ、そうなんですね、うん、なんかやっぱそのフランチャイズの多分デメリットというか、そのなんていうかな、やっぱ加盟店があってそこのこうやり方で縛られるからっていう、いやそういうことじゃない、どこでもなくて、フランチャイズビジネスっていうのは、はい、その要は下請けを作るビジネス、下請けから吸い上げるビジネスなんだよね。うん、うん、そうですね。フランチャイズ料と売上からのマージンを取る。うんうん、要はその、まあ、当然ね、そのビジネスを動かす上でのシステムみたいなものを提供はしてもらえるんだけれども、うん、ただ。言い方で言うと、正社員として人材を確保するんではなくて、うんうん、一人親方になってもらって、事業責任は親方に取ってもらう。はい、で、フランチャイズフィーと売上からのフィーは取るよっていうビジネスであって、それはビジネスを立てるって意味ことじゃないんだね。
まあ、やっぱそういうことなんだ。企業じゃない。企業じゃないってこと、うん、よくね、なんかフランチャイズ開業とかって書いてるけど実質開業っていうよりかは、まあ、結局下請けの、まあ、ビジネスって言えばいいですかね一番儲かるのはフランチャイズ、はい、の加盟店ですよ。加盟店じゃない、親会社。親会社は儲かりだって、フランチャイズ料をもらって、あ、うん、でその人の事業が成功しようか失敗しようしまいか、うんうんうん、親会社は面倒見ないから、うんうん、売上の中から取っていく。あ、なるほどね。基本的には、ね、はい。ちょっと聞いてよかったっす、それ。聞いてよかったっていうか、まずね、その、はい、世の中に美味しい話ってないんですよ。うん。うん。儲かりますよっていう話なんてないんですよ。うん。儲かるんだったら自分でやっちゃうから。人に教えないから。はいはい、そうかそうか。うん。うん。そう。それはフランバラによってはね、まあいろんなフランチャイズの形式があるから、全部が全部悪いとは言わないけれども。はい。うん。そう、情報とか仕組みを売るビジネスをしていて、うん、そのフランチャイズの加盟店っていうのはお客さんなんだよ、うん、言っちゃえば、うん、あ、そっか、そういうことなんですねうん、まあ、人生経験豦富な加藤さんからすれば苦笑いしちゃう話だと思うんですけどそうですか、うん、全然なんか、まあ、ちょっとね、無知なところもあって、うん、ちょっとフランチャイズっていうのを最近知って、なんかすげえ、そうです、まあ、まあ、若いからね。あ、すいません。いや、まあ聞いたことあったんですけど、まあ、榊さんもなんかそれやってるっていうのを聞いて、まあ、なんかそういうのもいいなと思って、ちょっと言ってみると。それは結局ね、楽する考えなんですよ。白鳥君にいつも楽なことを選ぶなって言ってるけど、結局自分でビジネスを立てるっていう考えを、うんうん、放棄してるわけじゃない。あ、まあ結局はそうですよね、下請けだから。え、そうでしょ、はい、お金払ってそのビジネスをさせてもらう権利を得るんだよ。うん、うん、でそれで、まあ、うまくいく人もいればうまくいかない人もいる。うん、うん、まあ親会社はうまくいこうがうまくいく前が、まあフランチャイズ料はもらえてるし、うん、売上の一部からは手数料もらえるし、うん、っていうビジネスです。あ、そういうことですね。うん、はい、だって普通に儲かるんだったら、はい、うん、自分のところでスタッフ抱えて、うん、自分のところでバンバンやりますよね。うん、普通考えたらね。そっかそっか、うん、なるほどね。いや、だって競合を増やすだけなんだから。ああ、うん、加盟店が増えれば増えるほど、あ、そうですよね、うん、競合が増えてくるよ。あ、だからよくコンビニで、コンビニの隣にコンビニがあったりとかするの見るでしょ。はい、見ます。うん、はい、あれっていうのはフランチャイズだからできてる。コンビニね、やっぱオーナーがフランチャイズでやってるのが多いって。そうだね。聞いてた。だから親会社がやって経営してるコンビニもありますけども、うん、まあ、フランチャイズが多いですよね。フランチャイズ。ああ、うん、そうなんです。なるほど。わかりました。ちょっと何しろ儲け話はないと思いますうん、うん。人から儲け話が来たら、はい、うん、それないもんだと思わなくて、怪しいもんみたいなね。え？ある意味、うん。だって見ず知らずの人にさ、儲かる話する？まあ、しないっすよね。普通。ね、加藤さん。そう、一番やばい話だな、それ。やばい話。やばい話。やばい話。うん。なるほど。まあ、田中君は頑張るっつうから頑張ってもらうし。うん。うん、まあ、それを俺を止める。こともしないし、もう走り出してるからね、うん、走り出す以上は成功してもらいたいと思ってるから、うん、応援、全力で応援しますけど、うん、まだ走り出してない人には、うん、こういう話をします。わかりました、うん、何しろ 楽をするな、うんうん、それは起業じゃないし、うん、俺が言ってるビジネス作れっていうことではない、うん、そういうことだね。わかりました。頑張ります。フランチャイズは、まあ、ビジネス、うん、まあ、個人事業ではないってことですよね。簡単に言うと、まあ、一つのビジネスではあっても、決して
そのなんつうの事業主ではないってこと。うんうん、そういうことですね。いやちょっとまだまだ勉強不足ですね。社会勉強があれかもしれないね。そうですね。なんかそこら辺が全然今まで通ってこなくなったんで。加藤さんなんかは多分ね経験豊富だからね。うん、あの痛い目見た人の話とかね。してんじゃねえかなと思う。そうなんですか。やっぱそういうのもね。だから都会の方行くと、はい、たまにあるでしょ。コンビニがあって向かいにコンビニがあって。ひどい時にはさらにその100メーターの離れてないのにまたコンビニがある、うん、結構あれしかも同じ系列でありますよ ね、 なんかね同じ系列で客食わない？食うでしょ普通、うん、だから一箇所は売れてるんだけどもう一箇所は売れてなかったり、あで道路大通り挟んで反対側は売れてたりっていうことはあるんだけど、うん、やはりねそんなに乱立してコンビニって売れるかね、うん、その地域に1軒あればいいとかですよ、ね、そうですよね。そんなあったところでっていう、うん、だけどそれはどうぞやってくださいってやっぱ親方は言うんだよ、うん、やってくださいやってくださいやってください。だそれってその、まあ、親会社が、まあ、要は儲かるから、いやだから親会社は確実に儲かるのよ、うん、そこでもってもオープンの利益はそこでもって取ってるからね、そういうことですね。ところが、はい、売れてなきゃどうしよう、左前になっちゃうわけで、うん、だけどそこまで面倒見てくれないんだよ。あ、確かに ね、 あの大手では、はい、あの店をこうやってああやってここをこのようにしなさいよっていうふうな確かに提案はされるけれども、はい、そういう敏感に反応できるところの方が少ないわけですよ、うん、だけどその上でもってやっぱりそうした としてもやっぱり売れないところは売れない。なるほどね。うん、それこそ山奥にポツネンと一軒そのコンビニがありましたって。ああ。売れると思います。山奥ですか。うん、そんなねやっぱ行かないですからね。誰も。まあまあまあ話があれだけど、はい、美味しい話とか儲かる話なんて世の中には。ないんです、うん、でそういったのが欲しいければだいぶ前にも話したけど、あの仕事って自分の仲のいいところで回すんですよ基本的には。仲のいいところ、はい、もうかってるところは儲かってる同士で回すんですよ。ああ、うん、はいね、うん、だからそう見ず知らずの人から美味しい話があったとしたらもう絶対ないわけだし、うんうん、よっぽどね家族で儲かるビジネスしてて、うんうん、じゃあ2号店やってみればみたいなんだったらまあまあ悪くもないかなと思うけど、うんうん、そうですね。いや勉強になりました。はい、うん、まあ信じやすいからな。そうですかね、ちょっと信じや疑ってかかるようにはしてるんですけど。疑ってかかるってそれもまたちょっと言葉違うような気がするけども、でもまあ遠からず力からずの答えだと思う。まず自分の実力を伸ばさないとダメですよ、うん、何するにしても。そうですね、うん、そう、でそっから逃げたくなるからそういううまい話みたいなものに惹かれちゃうんですよ、うんうんうん、確かにね、なんかそう、あまず一つ一つ今の仕事をまず本当極めて、そうすれば多分本当自信もつくだろうしな。まだ自信持ってないですか？いや、やっぱこう新しい、ね、仕事とかやっぱこう、まあ、最近だとあのトンネル掛け、あ、パイプか、トンネルパイプの掛ける機械だったりとか、ああいうのもほんとこうもっとこう極めて、そうしていくと
なんか機械に対してもなんていうかな、もっとこう恐怖心のないなく、なんかもっと楽しくやれると思うし、自信もつくだろうし、そうやっぱちょっとこうまだ恐怖心みたいな恐怖心か、うん、のがあるなって思って、だ多分それは理屈がまだちゃんと理解できてなかったりとか、うん、まあ、多分それが一番大きいんですけど、だそれを一つ一つ、まあ、実践でも理解してっていけば、うん、なんかおのずとなんかいろんなことに対して自信がついて、ね、それこそフランチャイズとか、まあ、逃げに行っちゃうとじゃないですけどなんかそういうのも、まあ、なくなるのかなとかちょっと思ったんですけど まず目の前にあることを頑張るっていう、極めてください、はい、極めてください、そうかな、はい、楽することを考えたらダメです、うん、まず、うん、すいません、えなんかね、ある意味逃げだったなと思って、うん、いや逃げたくなるんだよみんな、うん、もっとねいい世界がないかなって思うんだけど、うんうん、いい世界がないんじゃなくていい世界にするんですよ自分で、うん、自分を、うん、自分で自分の今の世界をいい世界にしていかなきゃいけないんですよ、他にいい世界があると思ったら逃げなんですよ、うんうん、あ確かにね、そう考えると本当ん結局は誰かのすねをかじってるみたいなっていうか、すねをかじってるっていうんじゃなくて多分俺はそのやっぱ楽したいとか逃げたいくなるのは、うん、それも本能としてあることなんで、まあ、本能に忠実だと言えばそうなんですけども、まあ、そういうことでもそれだと多分どこ行ってももっといいとこがあるんじゃねえか、あもっといい方法っていうかなるほど、もっと儲かることがあるんじゃねえか、うん、でずっと思い続けるだけになっちゃいます、うんうんそう自分自身で自分の世界を作る、楽しいいい世界に変えていかないといけないです、変えていく、うん、どっか楽しいところに混ぜてもらいたいなって思っちゃうと、だからどこ行っても一人前になれないんじゃないかなって俺は思っちゃう、ね、それこそ炭治郎が夢見せられて、うん、あ知ってますマジっすか、うん、映画のやつですけど、そう、はい、あのまま夢の世界にいたら楽だったけど自分で首切ってる、いやマジで夢から覚めて、あそうっすよね、やってるわけでしょ、はい、そういうことなんですよ、あ、うん、いやあの炭治郎の、はい、根性っていうかさああ確かにそこに繋がりますね、なんか、うん、あのまま夢見てたら幸せなんだよいや本当ですよね、家族と一緒に暮らせてね、うん、のんびり、うんうん、そういう世界があるのかなと思っちゃうけど、うん、現実はそうじゃないんです、そうですね、だから現実の中で戦っていかなきゃいけないんです、うん、今あなたが戦わなきゃいけないのは、はい、今目の前の仕事を一人前にこなせるようになることだし、はいはい、まずそこですね、うん、はい、であと自分の実力伸ばして、うん、開業、価値ある人間になっていくことだと思うんですよ。はい。いやありがとうございます。いや本当そうですね。若いからお金がないんだから、はい、やっぱりそこは、うん、いかに時間を自分に投資できるかしかないんですよ。うん、うん、フランチャイズに加盟するお金だってないわけじゃん。あそうです。いろいろ調べるとやっぱね資金だって用意しないといけないし、そうそうだよ、そうだ、それ借金してこさえてさ、うん、ね、うまく事業が回らなくてさ、うん、借
金も返せなくなっちゃったりさ、うん、いや本当元も子もないですか、ね、そういうのはあのどうにせてもいいお金がある人が遊びでやるんですだったら止めないです、うん、そう、はい、で人使って、はい、うん、これちょっと始めるから俺金出すからお前やってみなっていうぐらいになったらやったらいいかなそうじゃないそうでしょうね、そうね、うん、危なく夢の中にずっといや、みんなそうなんです、はい、で農家が強いのは夢見れないからですよ。あ、もうここにでもう覚悟決めてやんなきゃいけないと思ってるからみんな農家は必死なんです。あ、うん、わかります。かっこいいですね、うん、だからそれが覚悟なんですよ。うん、雇われで新規就農でなりたいっていう子に最初に話す、うん、農業じゃなきゃダメなんですか、うん、他にも仕事いろいろありますよって、うんうんうん、よくおっしゃってますね。白鳥君も言ったと思うけど、はい、言ったかもしれないけど、はい、うん、それでもあの時の白鳥君はいや農業したいんですって言ったんだ、うん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 、だからじゃあやってみようかってなったわけ、うんうん、あの頃の気持ちはどこに行ったのか。そうですね、なんかどん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 夢の中に引きずり込まれてるんだなと思って今。そう、キムツジを倒すまで頑張るんじゃなかったんですか。そうです、うん。はい。そうでしょ。マジでそうです。そんな無限列車でやられてたらもう何かで終わっちゃう。10巻ぐらいで終わっちゃう。あ、そうです。まだまだ続きますか。あれから。そうでしょ。はい。はい。か。というわけで、いやめっちゃいい話でした、うん、個人的に楽することを考えるな。視聴者マジで何の話してるか何の話してるか鬼滅の刃の話じゃないんだよ。いいのよ、はい、なるほどね、そうです、わかるよ、見たくもなるよ。いやー、よくわかります。うん、俺も若い時はそうだし、逃げ出したこともあるし。マジですか。うん、わかるけど逃げ出してよかったって思うことはあんまりないな。そうですね。いや、強くなってます。はい、なります。はい、はい、というわけで加藤さんはあんまり喋れませんでしたけど30分も話しちゃったんで、いや、ごめんなさい終わりにします。はい、すいません、ありがとうございました。はい、まあ、坂井くんは頑張って、もう走り出したから。坂井くん、あ、そうですね、坂井さんも頑張ってください。坂井くんはもう絶対負けんなよ。あ、負けないで、勝て、勝つまでやれ。勝つまで応援してます。応援します。では、さようなら。